アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。K1 ライト級ワンマッチ、赤コーナー日本タンタンファイトクラブチームジョーカーバッドガイ大沢文也選手登場。2018年ライト級グランプリのライト級トーナメントのファイナリストです。今年7月蓮見選手 KO 負けを喫しました。しかし復帰戦は1年半ぶりのこの K1 となります。さあその対戦相手です。青コーナー日本 K1 ジム総本部チームペガサス総本部の虎河原田修司選手登場。7月里見ゆずきを下し、9月 K1 大阪では地元兵庫の聖夜を下しました。今年勝ちっぱなしで締めくくるか。ではツーショットでの撮影もお願いします。では一番奥のムービーカメラご覧ください。ありがとうございました。ご着席ください。ライト級大沢文也対河原田修司、この戦いの見どころ、中村プロデューサー教えてください。大沢選手、ずっとこの K1 また、クラッシュのこうライト級の、トップ選手として、活躍してきたんですけども、まあ、昨年末一度決まっていた、K1 名古屋大会の試合を負傷欠場でちょっと試合ができなかったり、また、7月のクラッシュでですね、蓮見光選手に KO 負けしたりと、ちょっと、ここ最近は結果を、残せてない、状況が続いております。対戦相手の河原田選手、これまでクラッシュを主戦場に活躍して、9月の K1 大阪大会ではスーパーファイトで聖也選手から勝利を収めて、現在3連勝中です。本当にライト級いろんな選手がいるんですけども、その中でも勢いに乗ってる選手の一人だと思います。この両国大会、林健太選手とコンナパー選手のライト級のタイトルマッチが行われます。そういった中で同じライト級の試合というところで、この試合どちらが上に行くか、それをかけた一戦になったと思っています。では両国大会に向けての意気込みをはじめに河原田選手から伺いましょう。フース K1 ジム総本部河原田修司です。今回大沢選手と試合決まって、本当に自分がアマチュアでやってた時から憧れの選手で、すごい強い選手だなと思ってて、普段も最近ではもう普段からよくしてもらってて、正直決まった時はちょっと悩んだ時もあったんですけど、まあ、大沢選手に決まった時に連絡させてもらったら、自分も倒しに行くからぶっ倒しに来てくれっていう連絡いただいて、もう気持ちも切り替えて、本当に最高のリスペクトを持ってぶっ倒しに行こうと思っています。以上です。大沢選手教えてください。タンタンファイトクラブチームジョーカー大沢です。そうですね、今修司が言った通り、試合決まった時はマジかって思って、まあ知り合いと試合するのはもうこの業界仕方ないなと思ってるんですけど、後輩と試合するのは初めてなので、ちょっと複雑な気持ちはあるんですけど、修司から LINE をいただいて、胸を借りるつもりでやらせていただきますって言われたんですけど、僕は胸は借りなくていいと俺のことをちゃんとぶっ倒しに来てくれと言って、あっちも分かりましたと来たので、僕もすごい楽しみであります。大沢選手、これまでどういう仲だったのか教えてください。どういう出会いだったのかとか。そうですね、まず、修司のジムの、K1 ジム総本部チームペガサスに僕がスパーリングなど行っていまして、で修司ともスパーリングさせていただいてて、で、まあ、プライベートでは1回かな、まあ、食事に行かせていただいて、そうですね、練習も結構してて、すごい会場であってもずっと話してたり、もう本当にすごい礼儀正しくて、まあ、今正直こんなこと言うとあれなんですけどね、今の若い K1 ファイターとか他のね、いろんな格闘技の子たちってすごい生意気な、敬語使えないなんかバカばっかなんですけど、修司はねすごいちゃんと敬語もちゃんと使えて礼儀も正しくて、すごい本当にいい好青年だなっていう感じです。ありがとうございます。さあでは続いて質疑応答の時間に移ります。ご質問のある方挙手お願いします。マイクをお持ちします。
お互いのファイターとしての印象を聞かせてください。そうですね、選手としての印象、河原田選手から、大沢選手の印象を聞かせてください。そうですね、大沢選手はこう戦いながら自分のそのスタイルをうまくチェンジできるような頭のいいファイターで、当て感もすごくて、そういうイメージがあります。以上です。大沢選手いかがでしょうか。そうですね、修二は正直試合とかは、まあ、ちょっとあまり派手さは、まあ、僕と一緒で派手さはちょっとないのかなとは思うんですけど、本当に強くて、僕に KO 勝ちした弾美選手にも KO 勝ちしてますし、僕がいつも練習とかで KO されている中野浩太にも勝ってますし、まあ、ここの位置は僕が赤コーナーで修二が青コーナーなんですけど、これもなんで僕が赤コーナーなのかなっていう感じなんですけど、まあ、とにかくリーチが長い、すごいやりづらい選手だなっていう印象ですね。はい。まあ、身長差だけでも7センチある2人ですね。身長何センチ？あ、そうですね、はい、180センチと173センチと長身苦手なんで言っちゃっていいんですか。はい。では続いてご質問いかがでしょうか。すいません、練習をしているときに戦うことになるだろうなっていうことはあんまり頭には浮かんでなかった感じですか。河原田選手どうでしょうか。いや、もうそういう話は普段から結構してて、いつかいるかもねっていう話はしてたんで、だからその話してる時からだんだんこう自分が勝っていった時に心の中では覚悟はしてたかなっていう気持ちです。河原田選手はそのいつかやるかもねって言われてどういうふうに答えたんですか、その時は。いや、もう本当に文也君はいつもこう自分の試合の対策とかも立ってくれたり、なんていうんですかね、その前回の試合の時とかも自分の試合前なのにこう自分にアドバイスして、試合の当日にも連絡いただいたりしてたんで、そうですね、なんかこう本当に戦うかもとは言ってたんですけど、実際こういう形になるとちょっといろいろ複雑な気持ちは初めはありましたね。大沢選手はその戦うかも気持ちはあったんでしょうか。そうですね、まあ、階級が一緒だったんで、まあ、これは戦う、最初の方は全然戦うことはまあ結構先かなと思ってて、でも僕がちょっとまあ負けて、で修二は3連勝してて、その時にあ、これ多分次そろそろ来るんじゃないかなって思ってました。はい。なるほど、ありがとうございます。続いてご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では質疑応答の時間以上となります。壇上のお二方ありがとうございました。ご講談ください。